氷川きよしさん、ジェンダーレスで何者でもない。記号ありのまま記号を受け入れた復帰公演での姿1年八ヶ月の休養期間は、なくてはならないものだった。コラム、芸能リポーター山崎ろ世のぶっちゃけトーク。2022年末の紅白歌合戦を最後に休養していた氷川きよしさんが八月十七日、東京ガーデンシアターで一年八ヶ月ぶりの復帰公演。 キヨシ氷川プラスキーナエンテ h フィフスアニバーサリーコンサートツアーキーズナを開きました。休養前にはキーナ名義でポップスに新境地を開いていたことで私たち芸能記者ももう演歌は歌わないんじゃないかなとも思っていた中本当に唯一無二の演歌の氷川ワキとポップスのキーナになれたんだなっていうのをすごく感じたコンサートでした。 氷川清キ公開した最新ビジュアル、写真。4月に氷川さんはデビュー以来24年間所属した事務所を退所し、新しい事務所、キーズナを設立。休養に入る前には、氷川清キでいるのをやめたいのかと思える感じで、キーちゃんと呼んで、と言っていたり、演歌はもう歌いたくないのではと思えるような、自分の本当の気持ちを言えず。 歌いたいものを歌えない葛藤があるのかなって感じがしていたんです。そして復帰公演の一曲目はウォークこの曲は休養する少し前の2021年にシングルハッピー森を抜けてのカップリングとして発表された曲で、作詞はキー名義。派手な演出で始まるのかなと思ったら、ピアノソロの演奏で始まり、一瞬静まり返り。 そして、氷川さんが上手から歩いて入ってきて、暖かい拍手に包まれ始まりました。ちょっと意表をつかれましたが、やっぱりそれも、あくまで歌で勝負するという氷川さんらしさ。圧倒的な歌唱力でした。今までのコンサートでは、司会者とトークの軽妙な掛け合いがお馴染みでしたが、今回は氷川さん本人の MC も少なく、とにかく歌、歌。 復帰公演なので、いろんな思いをファンの皆さんにお話しするのかと思っていたのですが、その気持ちはすべて曲の構成で表現しているようでした。コンサート途中では、ウォークの作曲者で、氷川さんをデビュー2年目から激励してきたという TM ネットワークのキネナオトさんがゲストで登場。氷川さんがメンタル的に落ち込んでいた時、キネさんに長文のメールを送って相談していたそうです。 だったらそれを死にしたらいいよ、と、ウォークはこうして誕生したとエピソードが語られました。これを一曲目に持ってきたところに、氷川さんの思い、心情を込めた感じがしました。そして前半では、しっかりと演歌を披露し、本当に自由にのびのびと歌っている感じがしました。一年十ヶ月の休養期間の中で自分を見つめ直し、やっぱり演歌の氷川清 も大切にする、ファンの皆さんを幸せにしたいっていう思いがあったのでしょう。演歌の羽織袴姿では男らしい氷川さんの姿があり、ポップスやロックもあり、全32曲で歌唱力も今までよりパワーアップして圧倒的なものでした。アンコールのボヘミアンラプソディーは今まで聴いた中でも一番良かったなっていうか、もうジーンと来て涙が出るくらい。 そこには、ジェンダーレスで何者でもない、演歌の、氷川ワキヨとポップスの、キーナはすべて自分、氷川ワキヨことキーナ、ありのままでいいと受け入れた氷川さんの姿がありました。お客さんの声援が、キヨシ、キーちゃん、キーナと、みんなそれぞれの呼び名だったのも、そういうのであっていいんだなと、まさにこの多様性の時代と一緒だと感じます。多分氷川さんは、 これまでいろんなものを背負ってきてたんだと思います。若い頃から演歌界のプリンスと呼ばれて活躍してきましたが、それでも本人にとっては演歌だけじゃなく他にやりたいこともあると思った時、それが重しだったのかもしれません。自分はありのままでいいんだって受け入れるための1年20ヶ月の休養期間はなくてはならないものだったんだろうなって思います。今回の復帰コンサートでは、 やっぱりファンの皆さんを幸せに、という氷川さんの優しさが溢れていました。デビュー25周年で46歳になって輝きを増し、時代が違うかもしれないけれど、ミソラ、ヒバさんのように日本を代表する歌手という存在感もあります。ジャンルを問わない圧倒的な歌唱力で、よりパワーアップして今後も活躍してくれると思います。